はい、というわけで皆さんこんにちは、プルプルパイナップルということでパイナポーでございます。はい、というわけで今回はですね、アンダーテールをやっていくんですけども、前回ですね、アンダーテールの N ルート、ノーマルルートなんですけど、そちらをクリアしました。しかしこのアンダーテールには3つのルートがありまして、前回クリアした N ルートの他にP ルート、G ルートというものがあります。今回の動画はそちらの P ルート、パシフィストルート、平和主義ルートとも言われるんですが、そちらをやっていこうと思います。こちらなんですけども、前回のね、最終回でお花のフラフィーも言っていた、誰も倒さないで僕のとこまで来てよ。というね、話があったと思うんですけど、そのルートになります。誰も倒さずに最後フラフィーのとこまでもう一度行くと形ですね。まあ、前回初見プレイの時はこちらの今いる後ろ姿トリエルさんをね倒してしまいまして、そのルートに行けなかったので、今回はトリエルさんを倒さないで倒すシーンと、そしてあとエンディング付近のシーンをまとめていきたいと思います。メタトンとかパピルスの試合は前回とほぼ一緒になるので、そちらはカットになると思いますが、よろしくお願いします。というわけで、アンダーテール、シャープ、P ルート、どうぞ。よし、ではやっていきましょう。ちょうどね、ここまでは進めといたので、ここからやっていきますね。戦いのシーンからですね。止めても無駄よ。これが最後の警告です。じゃあ行きましょう。どうしても出ていくというのね。そう、この辺は一緒だね。あなたも他の人間と同じなのね。残る手段は一つしかない。ん？待って。どうしてそんな目で私を見るの？まるで幽霊でも見たような顔をして。はい、こちら2周目の限定ルートですね。多分トリエルさんを倒してしまってる場合に出るルートっぽいですね。というわけでトリエルさん戦やっていきましょう。一応ですね、まあ、コメントで教えていただいたんですが、トリエルさんの試合もですね、他の試合同様、基本的にはですね、まあ、ターン経過で、なんて言うんだろう。あれがあるみたいですね。分析。こう見るとトリエルさんの攻撃力ってアズゴアさんと一緒なんだね。久々すぎて、あんまよく覚えてないんですけど、なんか上の方がアンチなのは、確か前回気づいたんだよね。話す。あ、トリエルにあなたが死ぬところを見たと言おうとした。しかしさすがに怪しすぎる。戦わず逃げもせずトリエルとのバトルを避けるには。そういうなんかヒントもくれるんだね。多分1周目でちゃんとできなかった場合のヒントっぽいね。とりあえず、ま、耐えながら行こう。よし、無敵時間がね、あんまりないので。これはどう行くんだ。ここがアンチか。多分もしかしたらね、加速が入ってるかもしれませんが、逃がすを連動して。よし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 、ここいて。強いな。アイテムはね多少持ってるので、それをうまく使いながら行きましょう。よし、 OK。これはどこだ？痛いな。結構ね、攻撃力は熱い。割と高いので、そこも注意しながら行きましょう。ここ。ちくしょう。ん？なんかハテナって今出たな。よし。これの方がかわしやすいかもね。何をしているの？何もしてないのが正解だな。 OK、 こうすればいいのか。逃げることはしない。 OK、 ここアンチだね。このままいて。このままターンが終わるまで待とう。ここ、え、まあ、よしよし、ここで大丈夫なはず。 OK、 いて。ちょっと待って、一回もう一回食べとこう。危ないね。
オッケー。逃げません。今度は助けるぜトリエルさん。またサンズと一緒に笑ってくれよ。よし。あ、なんかちょっと、あれですね、あの攻撃が当たんなくなってる。あ、分かってるわ。あなたはお家が恋しいのよね。でも、え、お願いだからお部屋に戻って。私がちゃんとお世話をする、約束するわ。確かにここは何もないところだけど。え、私たちきっと楽しく暮らしていけると思うの。これ以上私を困らせないでちょうだい。お願いだからお部屋に戻って。ん？あ、笑ってる。私、本当にダメね。子供一人満足に救えないなんて。一生ここで暮らすなんてあなたは嫌よね。慣れてしまうと遺跡はとても狭いところだもの。ここはあなたにとって良い環境とは言えないわ。私の望みも寂しい気持ちも心配も。あなたのために今は全部忘れましょう。あ、私はもう止めません。でも一度この扉の外に出たら二度とここへは戻らないこと。あ、まあ、見たかったなこのシーン。なんか行きたくないな。わあ。いやでも大丈夫、戻ってくるから。アズゴアさん連れて戻ってくるから。よし。じゃあね、トリエル参戦をね、無事に終えたということで、まあ、こっからはね、途中どっかもし変化があれば、ちょっとお見せしますが、変化がなければ、多分最後の方になってるかな。というわけで、じゃあ、次の変化がある場所まで、どうぞ。はい、というわけで、あの後ですね、進めていたんですけども、まあ、無事にね、パピルス戦を終えまして、アンダインとの試合も終わったんですよね。で、ちょっとですね、その P ルートを進める上で、アンダインとですね、お友達になるのが条件みたいでして、そちらをね、まだ見せたことがなかったので、こちらにやってきました。こうね、アンダインとの試合が終わった後、ホットランドに行った後ですね、こちらのアンダインの家に行くと、まあ、パピルスがいまして、さらに、人間が来た。アンダインと一緒に遊ぶ？貴様とアンダインを親友にしてやるぞ、というのが出まして、遊ぶことができるみたいですね。ほい。そう、確か前回はね、入れなかったんだよね。アンダインにこれをあげて。なんだ？なんだあれ？骨？お。おお、かっこいい。お。パピルス、いらっしゃい。今日もロイヤルガールドのロイヤルガードの特訓始めるか？始める。友達連れてきたよ。どんな顔すんだろう。あ。あ、いいんだ。あ、意外、おしゃれ。ピアノ置いてある。友達がお土産持ってきてくれたよ。自分で選んだんだって。ああ、さっきの。じゃあ、しまっておこう。他のと一緒に。うわ、いっぱい入ってる。あれ、何なんだろう。あ、特訓を始めるんだ。ん？おーっと、忘れてた。俺様はそろそろトイレに行かないと。じゃあ、あとは二人で楽しく遊んでね。どこまでトイレしに行ったんだ。あれか、仲良くさせるために。あ。こっからだよな。何をしに来た？敵の傷口に塩を塗りに来たのか？さらなる屈辱を与えるために？どうなんだ？これは違うだな。
何をしに来たんだ？ん？私が貴様と友達になると思っているのだな。お、そうだ。めっちゃ笑っとる。長く手をつなぎ、共に戯れようではないか。あ、いいんだ。あ、とでも言うと思ったか。誰が貴様などと友達になるか。客人でなければぶん殴ってるとかだ。よかった、客人で。おー。死んでもなってたまるか。あ、出ていくがいい。お。残念。貴様とアンダインはいい友達になれると思ったのにな。どうやら、アンダインを買いかぶりすぎたみたいだな。やっぱり無理だったか。お。私が貴様と友達になれない？ああ、パピルス意外とアンダインのことよくわかってるんだな。貴様のようなふぬけ一人友達にできぬ私ではない。おう、おい。貴様と私はただの友達になるだけでは済まさない。私たちは、ずっとだ！おう、ずっとになった。貴様は私に夢中になる。他の奴のことなど目に入らぬほどにな。ああ、そうなんだ。え？あ、突然。あ、この音楽は。ここでいいのかな？はい。楽にしててね。今、飲み物を用意するから。なんか作ってくれてるしかも。はい、どれがいい？え？うわっ！え？テーブル。あ、おとなしく座ってお話を受けろ。飲みたいものを指して教えてくれる？え？矢印キーです。あー、すごい！剣、大人の味。これは？ハーブティー。これは？ホットチョコレート。ソーダ。砂糖。なんか、何がいいかな？ホットチョコレートとかかな？うん。あ、ホットチョコレートは切らしてるんだった。あれ違うのか。だって、アズゴアのヒゲにマシュマロがくっついて取るの大変で。アズゴアさんヒゲ、あ、生えてたか。じゃあ、ハーブティーとかは？ああ、それはいいんだ。ああ、しかもちゃんと作ってくれてる。あ、はい。あ、動けない。お。あ、できた。お？机割れてるけど大丈夫なのかな？ガタンっていかない？あれ。ああ、ありがとう。ちょ。お。あ、さっさと飲め。完全に熱湯だ。あ、なかなか美味しいんだ。へえ。ちょっとなんかデートっぽいね。パピルスの時よりは。考えてみると、そのお茶を選ぶなんて不思議だな。金色の花のハーブティー。アズゴアのお気に入りなんだ。へえ。お前ちょっと、あ。どうだ、あ。ちょっとだけな。お？ん？なんだこれは昔話か？私、子供の頃は喧嘩っ早くてさ、腕っぷしを証明したくて、アズゴアと戦おうとしたんだ。ま、戦いにすらならなかったけど、私の攻撃一発も当たらなかったよ。それどころか、アズゴアは反撃すらしてこなかった。あんなに恥ずかしい思いをしたことはないよ。アズゴアは私に謝って、わけわかんないこと言った。君は私を倒す方法を知りたいかい？って。知りたいって言ったら、それから毎日特訓してくれてさ、あ、そうなんだ。ある日、特訓中に私ついにアズゴアをノックダウンしたんだ。へえ。ん？あ、その瞬間ごめんなさいって思ったの。あー、まあ、なんか部下が育ったみたいな感じなんだろうな。
で、アズゴアはそれからもずっと特訓してくれて、あ、で、隊長になったんだ。確かになんかね、なんか後日談では、あ、ね、言ってたもんね、アンダインがあって。あ、パピルスとかね。なんかこう聞くとやっぱりなんか悪い奴らじゃないんだろうな。ちょっと微妙なんだ。パピルスをロイヤルガードにしちゃって大丈夫かなってさ。これ本当に、本人には言わないでくれよ。あいつが弱すぎるってわけじゃないんだ。どっちかというと、かなり強い方だよ。でも、いかんせん。まあ、確かにな。意外とそういうとこでは、まあ、いい奴なだけじゃダメだからな。だいたいお前を捕まえるはずだったのに、なぜか友達になっちゃうし。あんな調子じゃとても戦闘任務は任せられない。ろくに戦いもせずニコニコしながら殺されるのがオチだ。正解。そんな理由もあって、あいつに料理を教えることにしたんだ。あれか、スパゲティか。なるほどね。全然いいんだよ。あ、お茶がなくなっちゃったね。今おかわり持ってくる。お。待てよ。ん?パピルスのお料理レッスンといえば。今なんだ。なんで?ちょっと待って。おいハーブティー。料理のおかげ。料理で心を通じる的なやつ?食材にされる。はい。美味しそう。でも普通に貴様の宿敵と思え。格子で殴り、原型がなくなるまでぐちゃぐちゃに潰せ。力を込めて力いっぱい殴りつけた。トマトがコテッとこけた。あ、いいんだ。あ、一緒に戦う?おう。うわーうわーああ、自己画像でも完全に。ああ、ボール出てきた。パスタを茹でるぞ。何パスタなんだろうな。私はいつも店で買ってきたものを使う。ああ、コスパ、それは言えてるね。スパゲッティを鍋に入れて。豪快にだ。箱ごと全部。いい、何でもいい、豪快にいこう。茹でながら混ぜる。ここでのポイントは、混ぜれば混ぜるほど美味しくなるということだ。なんだ?連打来た。もっと早く、だいぶ早いぞ。いや、だいぶ早いって。どう?あ、もういい?あ、じゃあ任せた。混ざってるっていうかもう。強火でグラグラ茹でる。白ひげかな。コンロの火に己の情熱を投影しろ。夢と希望を熱く燃え盛る炎に変えろ。準備はいいか。なんかすごい。あ、メーターがすごい。やばい、もうこれ大丈夫?大丈夫?あ、あんまり大丈夫じゃなさそうですね。パフィルスの料理がうまくならないのも無理はないな。まあ、元がもっとだからな。次は何する？交換日記？お揃いのアクセ作り？まあ、消化かな。あ、失態を演じた。好きになるよう強いることはできない。それが合わぬものとはどうやってもうまくいかないのだ。貴様と私が水と油ならそれは仕方のないこと。友達になれないのならそれでいい。ほんほん。
あ、まだその印象は消えてないんだ。え？え、え、え？私の負けだ。見ての通り、家は炎に包まれ、貴様とも友達になれなかった。こうなったら、貴様が客人だろうと構いはしない。え、え、え？突然？え、え？本当に？ちょっと待って。これ、どうしたらいいんだ？攻撃するフリ。お。お。あ。あ、お。私もお前に手荒なことはしたくないんだ。はじめはお前の偽善にヘドが出たけど、お前が今私に浴びせた攻撃は、昔私を鍛えてくれたある人によく似ていたよ。お前はただの腰抜けなんかじゃない。でっかいハートを持った腰抜け。めっちゃいい笑顔。その笑顔が見たかった。なあ人間、お前とアズゴアは近いうちに戦うことになるだろう。でもな、あの人のことだから本当はきっと戦いたくないはずだ。だからお前も戦わずに話し合ってくれ。おー、ここでそういう ルートというかヒントみたいなのがもらえるんだ。そのうちまた別の悪い人間が落ちてくるだろうから、そしたらそいつの魂をいただくよ。あー、確かに。だけどもしお前がアズゴアを傷つけたりしたら、その時は人間どもの魂でバリアを壊すよ。そしてお前をボコボコにしてやる。あー、それが友情ってもんだろ。まあ、約束破ってるからね。男と、あれ女の子なんだっけ、の約束だな。あーあー、泣いてる。お前いいのか、家燃えとるで。おー、私ん家にはもう呼べないけど、とりあえずパピルスんとこにでもお世話になるかな。あー、そうなんだ。困ったことがあったらパピルスに電話して。あ、あ、そっかそっか。あ、かわいそうに。あ、え、あの、あ、いいのかこれは。まあ、いっか。ちょっと試しに。あ、そこってアンラインが住んでるとこの近く？あ、お、お、なんだよ。やった、じゃあちょうどよかった。あはい、というわけでね、まあ、無事にアンダインともお友達になったということで、これで多分次はズゴアのとこまでは特に変わんないかな。というわけで、じゃあ続きをどうぞ。はい、というわけでですね、まあ、あの後結構進めまして、あの、メタトンとの戦闘を終えた段階ですね。で、ここで、まあ、本来ですと、この上のね、場所から進んでいくんですけども、どうやらですね、なんか戻る必要があるらしくて、まあ、ちょっと戻っていきましょう。セーブ。戻るとイベントが出るという情報を聞きまして、どこで出るんだろう。うん！これか。もしもし、アンダインだが、おー、アンダインから電話なんだ。お？人間、お前にあるものを配達させる。ほんほん。配達してくれると、あ、配達をするのか。パピルスの家の前にいるから、取りに来てくれ。ほーん、なんだろう。まあ、とりあえず行ってみるか。はい、というわけで、スノーフルに戻ってきました。パピルスの家の前にいるって言ってたな。あ、もうかわいい。かわいいな。来たよ。ちょっとお願いしたいことがあるんだ。ほうほう。この手紙を届けてもらえるか。手紙を誰にだ？アルフィーに。へえ。あ、どうして自分で届けないのかって？この顔。だって、これは内緒だけど、友達だから特別に教えてあげるね。あれ、そんなキャラだったっけ？あ、
はい。もし勝手に読んだら、ちなみに、ドクター・アルフィー宛ての手紙、どうなるんだろう。これ離れてればいいのかな。これどうなるんだろう。ちょっと待って。せっかくだから、ちょっと一回こっち来て、ホットランドに、バレるのかな？そういう、あれか？カメラ付き手紙か？手で会話をするには、手で会話をするまで、なんだろう？手で会話するって。手紙か。でもこの手紙何なんだろうな。よし。じゃあ着いたので、とりあえず一回セーブをして、手紙を読むと。ラボのドアを調べれば、下の隙間から中、読むことはできなそうだ。あ、開いてないんだ。また手紙が来てる。なんだこれ。ダメだよね。いつまでもこんなことしちゃ。よし、読もう。出てきた。ちょっと、どういうつもり？いたずらなら。どういうこと？どういうこと？こちらのセリフだが。これ、あなたが書いたの？署名がなかったからわからなくて。嘘、どうしよう。嬉しいな。私はあなたにひどいことしたから。許してもらえると思ってなかったのに。こんな手紙をもらえるなんて、なんて書いてあったの？情熱的な内容で。ね？せめてもの償いに。で、え？また始まったよ。よくわかんないの。支度が終わらなくて。普段の方が可愛いけどな。友達に選んでもらったの。その子すごくおしゃれでね。デート始まった。そうなの？デートストップ。愛情メーターを上昇させるアイテムをあげるね。そうすればデートの成功率が上がるんだよ。そういうことか。あれか。確かゲーム好きだから、あれか、乙女ゲームとかの攻略法。そうなんだ。プレゼントはね、選択間違えると好感度上がらないからな。メタルアーマーポリッシャー。何それ。そう。ほら、鱗用の防水クリーム。幸いまだ、鱗はできてないかな。これはどう？魔法の槍用、リペアキット、アンダインアテアン。確かアンダインのことが好きなんだよね。あなたは、その、アニメは好き？嫌いじゃないかな？会話が続かねえ。そうだね。でも、デートの時ってみんなどこに行くのかな？アニメ好きだったら、映画とかね。なんか言ってたな、ゴミ捨て場が、なんちゃらかんちゃらみたいな。うわー、一番ダメかも。
ここへはアンダインと一緒によく来るんだ。いいものがいろいろ見つかるの。アンダインってね、本当に。アンダインがいる？え？どこにいるんだ？こっちに来る？え？ええー、あ、まあ、そう、どういう状況が？例のあれだけどな、やっぱり。お前が届けない方がいいと思ってさ。あー、そういうことか？これは。ん？どういうこと？全然わかんないんだけど。アンダインがアルフィーにデートをしようっていう手紙を渡したかったけど、恥ずかしいから、私が行って、渡して、アルフィーが勘違いしてっていうのが今？持ってない？うわっ！で、あいつに会えたのか？会えた。助かったよ。もうちょっと探してみる。ああ、取りすぎちゃった。出てきた。もうバレバレだよね。アンダインのことが好きなの知ってます。メタとのクイズの時にあったよね、確か。あなたの手紙を読んで思ったの。あなたとデートごっこをしてみるのも楽しいかなって。あー。私は本当にデートした相手はアンダインなの。だけど、私、なんかには手が届かないから、そんなことないって。あなたがダサいって意味じゃないよ。アンダインは。ああ、まあ、確かに。堂々としてるし、強いし、面白い。ハーブティー出してくれるしね。いや、あるある。ただのペテン師だ。ああ、ペテン師か。王室所属の研究者だけど、私の研究のせいでたくさんの人が不幸になったの。アンダインにはいっぱい嘘ついちゃったから、私のことを立派なモンスターだと誤解して、立派なモンスター本当のこと知られちゃうよ。これはね、真実を打ち明けよう。そうだ。そんなことしたら嫌われちゃう。大丈夫。いやいや、こういう時はね、真実の気持ち言いましょう。二人とも不幸になるよ。なれない。自分に正直に生きろってよく言うけど、私はその自分が嫌い。それよりもみんなから好かれる人を演じたいの。演じるのは大変だから。アンダインなら分かってくれるよ。毎日怖くて仕方ない。みんなが本当のことに気づいたらどうなるだろうって。みんなショックを受けるよ、私のせいで。でも自分でアンダインに打ち明けるなんてそんなの無理だよ。じゃあ行ってきてあげよう。練習する？どうやって？ロールプレイですね。ロールプレイしよう。ロールプレイですね。ああ、そうなんだ。どっちがアンダインやる？これはだってこっちが。お本。アンダインさん、お元気ですか？アンダイン、どっちも言わなそうだけどな。元気です。それは良かったです。実は今日はちょっとお話ししたいことがありまして。ここでキス。でも、アンダインなら、どっちやりそうと言ったらこっちだな。ここでキス。キスなんてしな。考えてみろ。おお。そして彼女の目をうっとり見つめて。ああ、やばい。バグってきた。どっちの服どっちも普段の方が似合ってるけどな。およ？お前たち、ひょっとしてデート中か？ああ、勘違いで。違うの。
ていうか、デートだ、やばい、勝手に始まってく。アンダインとのデートのロールプレイをしてたの。いや、アンダインもそれはハテナマークだわな。なんだって？いや、それはそうだわな。あ、ついに？どういう顔してんだ、アンダインは。何の話だ？何もかもだよ。あ、もう、バイバイ。やばい、なんかすげえ近寄ってく。お、アルフィー。アンダインの前ではカッコつけたくて。頭が良くて生きてる子だって思われたくて。ダサいオタクだって思われたくなくて。頭撫でてあげてる、膝ちょっと曲げながら。アンダインのこと本当にかっこいいなって思ってるから。すげえ、寄り添ってる。もういいよ。もういいんだ。ええ？でもこいつも頭ぶっ飛んでるからな。わしもお前のこといいなって思ってるぞ。だが、これだけは分かってほしい。今、お前が言ったことは、ほとんどどうでもいいことだ。お前が子供用のアニメを見ようが、歴史の本を読もうが、私にとっては、どちらもオタクコンテンツに変わりはない。あ、そうなんだ。同類なんだ。私はな、お前の研究熱心なところが好きなんだ。それが何の研究だろうと、お前は必ず全力で打ち込む。いつでも 100% の力を注いでいる。だからもう私に嘘なんかつかなくていいんだよ。なんでゴミ箱に入れたの？私以外の奴らにも嘘をついてほしくない。お前が自分を好きになるように協力させてくれ。あ、ちょうどお前にぴったりの訓練もあるしな。どうなってんだこれ。どうなってんだ。ふん、私がまさか。え？あ、出た。あ、もう最悪の状態だ。あー、出てきた。あー、もう厄介なやつが。自分のいいところを叫びながら、校庭100周ジョギングだ。あれは全部現実のことだろ？アニメはフィクションじゃないと言ってくれ。どういうこと？全然なんか難しい会話が。アニメは、本物。アニメを信じてるってことか。アルフィーのこといろいろありがとな。本当に言いたかったことは言えずじまいだったけど、多分あの子はもう大丈夫だと思う。いってらっしゃい。結果置いてきぼりだし、ここはどこ？もう全然ついてけない。もうダメだ。とりあえず進むか。ここ、どこ？あっこか。ハロー。貴様は、俺様を心から信用しているな。大いに結構だ。実は、アルヒーとの訓練が早く終わって、ぶっちゃけ本当にびっくりするぐらいすぐ終わった。そうなんだ。アルヒーは家に帰らせた。すっかり家に帰っ、何が言いたいかというと、別に深い意味とか、ちびっともないんだけどね。貴様を絶対行ってみた方がいいと思うな。アルフィーのラボに。絶対なんかいいことあるとしか思えないもんね。アルフィーのラボに行くの？じゃあ、アルフィーのラボに行ってみましょう。